皆さんこんにちは。ケイスタンダードスタイルのケイです。今日は1968年9月10月号のメンズクラブ、これをパラパラめくりながらお話したいと思います。よろしくお願いいたします。68年と言いますと、僕はまだ大学の3、4年生ってことですね。とにかくその頃は大学は学園紛争で休校中です。ほとんど、ギャンブルに時間を無駄な時間を費やしてたという大学時代です。そういう頃ですから、で安保デモも多くて、学生たちはどちらかというともう純粋なアイビーではなかったですね。ちょっとヒッピー調な感覚になってました。まあ僕もそうなんですけど、よく勘違いするんですけど、60年代70年代はバリバリのアイビーの時代だったというふうに思っちゃうんですけど、もう随分昔のことですから、よくよく考えますと、もうピュアなアイビーっていうのは65年ぐらいまでなんですよね。65年以降は大学紛争が始まり、大学も荒れますし、ビートルズの影響もあったりして挑発になってきます。新宿などには、赤テントのアングラな劇団もで立ち上がったりして、まあそういう時代ですね。ちょっと雲行きの怪しかったアイビールックなんですけど、そういう人々が、まあ僕もそうですけど、社会人になっていくわけです。69年あたりから。そうすると高度成長期もありまして、社会人としてのトラッドがカムバックしてきます。カムバックっていうのはおかしいですよね。育っていきます。先日もお話しましたけど、全費 200% の時代ですから、もうイケイケですよね。もう僕らは給料のほとんどをトラッドルックに費やしたもんです。まあそういう時代背景がありますね。これはメンズクラブ1968年ですから、僕がまだ大学生後半の頃ですね。社会人になる一歩手前、それの9月10月号を手に入れましたので、それに対してちょっと一緒に見ていきましょう。この頃の本を見るともうたまげるのはほぼ今と同じだということですよね。びっくりしますよね。このチェックですね、ブラウン系キャメル系のチェック、そしてバーチカルの V セーター、チルデンセーター、ベステッドスーツですね。このバーチカルのブレザーですね。これはダブルのツイードジャケットに、スーツジャケットですね。くるみのボタンですね。革ぐるみの。来年あたりこれは出てくるんじゃないでしょうか。懐かしのコーディネート写真ですね。アーガイルから始まり、ガンクラブチェック、ノーフォーク、タッターソールシャツ、ニットタイ、サドルシューズ、もう同じ。アスコットシャツはご存じない方もいらっしゃるかもしれませんね。最近はこのイエローのアスコットシャツはいいですね。シャツ襟がアスコットになってるっていう部分です。僕らもよく着たもんです。もう一回着てみたいですね、ノーフォークジャケットに。これなどはタータンチェックのシャツにイエローのニットタイ、そしてツイードジャケットですね。サブウェイに出てくる、ウォルター・マッソ、あのスタイルですね。当時もうあのアイビーがそろそろ終わりって言い方じゃなくて、一つの流れとしてはストップなんで、トラッド派対ロマン派という言葉が出てますね。トラッド派はもちろんご存じだと思います。ロマン派というのはピエール・カルダンとか、そういう時代ですね。そろそろ学園紛争とかも出てくるんで、パンタロンスーツとか、パンタロンパンツとかが出てきたりします。ですからこういう面食らいに驚く中で、ネイルジャケットが出てきますね。ネイルカラーが出てきますね。こういった風に
ヒッピーチェーンが出てくるという、まあ、こういう本の一つの良さに昔の B 級の映画が見れるということですね。これはギャングスターという映画で、日本では CD 化されてないと思うんですけど、この監督はいわゆるマカロニウエスタンでスタートして、そしてこの頃はいわゆる、フィルムノワールが活発なので、マカロニウエスタン×フィルムノワールで2つかけたような感じですね。ですからマカロニウエスタン風フィルムノワールの B 級ですね。こういうところが面白いですよね。学生らしいワードロープを再発見しようということで、こういうコラムがなかなか面白いですね。いろいろ書いてあるので、昔の本はこういうなんか学術的なことがたくさんあったので面白いですね。それと、向こうの IB スクールの、人たちの行動も分かります、書いてありますので、読んでて楽しいです。この服装なんてもうピカイチですね。ブロンズ系のガンクラブチェック、来年ぐらいこういうのを着たいですね。白黒ではなくてブロンズがかった、そこにイエローのセーター、 V セーターにタッターソールを合わすという、でニットタイですね。洒落てますね。でパンツを黒に持っていくところがいいですね。なかなか、ニューポートブレザーの着こなし方ですね。ボールドなストライブの、カーディガン風セーターおよびカーディガンですね。当時セーターカーディガンファッションが結構流行りましたので、マッグレガーとかいろんな日本のメーカーも含めてセーター屋さんが結構活況を呈してましたね。ですからブレザーとともに、カーディガンとかもすごいおしゃれでしたね。でカラー化がちょっと進んでます。いわゆるオーセンチックアイビーではなくて少し次の時代入ってきてますので、世の中にはピーコックレボリューションなんて言葉もあったくらいですから、男が色を着るという時代に入ってきてます。でもこのくらいのこう色は許せますよね。グリーン系のこのバリエーション、ここは素敵ですよね。縦縞のカーディガンですね。ちょっと提灯袖になった、こういうリラックスした、カーディガンがこれから面白いんじゃないでしょうか。プレイヤーズコートでウィンドウペインというところがミソですね。で、革くるみのボタン、こういうのはクラシックだけど今から着れそうですね。いい感じですね。この色合わせなどもこれからっぽいですね。すごく素敵なコーディネートですね。これなんかもストライブのブレザーにグレンチェックのパンツで、モックタートルを着てるということで、モックタートルがちょっとこの時代すごく流行りましたね。 CP ジャケット風フィールドコートなんかもかっこいいですね。こういうトラッド派の一人としてという、こういうコラムがいいですね。なかなか読んでて楽しいです。勉強にもなります。もう当時現役だった僕なんかでももう忘れちゃってるので、見てああなるほどそういう時代だったのかというふうに思いますね。ガンクラブの道揃えなんてこう結構究極な格好をさせてますね。こういうブレザーが、あ、ジャケットが来年はどうでしょうか。皆さんフラップ付きでボタン付きですね。革ので必ずタッターソールのジャケットを、ワイシャツを着るということですね。ニットタイにこの辺がミソですよね。タッターソールのシャツをシャツメーカーさんもっといろいろ作ってくんないですかね。まあ、こういうヒッピーの時代が来てるってことはこの辺から言えますよね。ベトナム戦争のベッペーレン反対という感じでしたが、この号で驚くのは街のアイビーリーガーなんですけど、もう完璧に今の人たちと変わらない、それよりおしゃれじゃないかという、この人なんかこの格好は素晴らしいですよね。ダブルの白のスーツ、この辺の段階襟のシャツなスーツなんかいいですよね。これはシアサッカーでしょうか。かっこいいですよね。これドレスパンツに
黒シューズ履いてドレスとして押さえてるところが素晴らしいですね。これは本当に今っぽい人たちですよね。なんていうのか素足ですし、このパコッパン履いて ルーズなニューポートジャケット、こちらはクラシックなニューポートジャケットの着こなし方ですね。こうやって見ると皆さん60年代なのに今の格好よりかっこいいんじゃないかというふうな感じしますね。ストファニア・サンデローレっていうこの女優好きでしたね。暗殺の森とか出てましたね。ジャン・ルイ・トランティアニアの相手役としてかっこよかったですね。この女の人すごくセクシーで、ということで、簡単ですけど先日、神保町のマグニフという、洋雑誌店で購入した2つのメンクラの雑誌について軽く語らせてもらいました。皆さんも、こういった古い雑誌をもう一度見直されたらいろいろ勉強になるんじゃないかというふうに思います。そういうわけで若者たちが社会を動かすという新しい時代に突入したわけで、ファッション雑誌であるメンクラなんかも編集に苦労したことだと思います。トラッドだけではなくてネオサイケとかを扱ったりしなきゃいけませんしね。まあ先のことは皆さんわからないんで今から思うと何をやってんだって感じでしょうけど、でも当時としては真剣に編集したんでしょうね。まあそういうわけで、68年の9月10月号から簡単にお話ししました。ありがとうございました。